小淵沢オリーブ教会の皆様、そしてこのライブ礼拝をご視聴の皆様、はじめまして、ピアニストをしております高島春樹と申します。私はですね、兵庫県神戸市に住んでいるんですけれども、神戸の町は山と海に囲まれている町でして、すごく景色が綺麗で僕大好きなところなんですけども、そして僕の住んでいる裏には六甲山っていう山がございまして、標高約800メートルで、その六甲山の上に登ってみますと、その神戸の街並みと海が見えてめっちゃ綺麗なんで、本日はですね、梅雨なのにもかかわらずすごくいいお天気だったんで、その景色を皆さんにお届けしながらこのお話ができたらと思って、山の上に登ってきたんですけど、なんかどうも山の上っていうのはすぐ天気が変わってしまうのか、雲というのか霧というのかがすごいやってきてしまいまして、残念ながらね、全然景色が見えませんね。でもこれはこれで面白いのかなと思って、この六甲山の上の景色からお話しさせていただいております。で、私自身の活動内容なんですけれども、2004年に救われまして、クリスチャンになったんですけども、ピアニストはピアニストって言っても共演ピアニストをしてるんですね。だから主に歌手の方の伴奏を仕事としてやってまして、主にクラシック系のオペラ歌手だったり、ポップスをやジャズを歌われる歌い手さんの伴奏を主に仕事としてます。他にも楽器の伴奏みたいな形の共演もやったりしております。そして特にこの一年は、クリスチャンのアーティストの方々からの共演も始まったりしております。このアーティストチェーンで、前回出演されたサムエル・カンさんや、パリ在住のソプラノ歌手の下内愛子さん、そして、去年、この CD を一緒にレコーディングした小西泉さんなど、いろんなところで演奏する機会が東北や東京、大阪などで決まっていたんですけど、神戸でも、でもコロナのことで全部キャンセルになってしまったんですけれども、本日はこういう形で皆様に演奏をお届けできるのがすごく嬉しく思ってます。なお、僕からのアーティストチェーンの次のバトンパスは、パリ在住のソプラノ歌手の下内愛子さんにお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の曲目の紹介なんですけれども、僕はちょっといろいろありまして、去年の夏ぐらいまで1年間ぐらいすごくちょっと人生で苦しいことがあって、苦しい道を歩いていたことがあったんですけれども、去年の7月に静岡県の御殿場で聖書の学びのキャンプっていうのがございまして、そこに2泊3日で行ったんですけども、その時に何かすごくこう、その自分が悩んでたことから抜け出せれる、何かすごく解放的な神様の恵みを経験することができたんですね。で、その時にその神様に対しての感謝の気持ちがいっぱいになって、今日お届けする希望という曲が即興的に生まれました。
で、そのキャンプで僕が演奏した風景をiPhone でビデオ撮影してくれてたんですけども、まあその希望っていう曲は即興で弾いた曲なんで、ある意味その場限りの部分があったんですけども、すごく素敵なメロディーができたので、今回は皆様にも聴いていただきたいなと思って、その時のビデオを元にメロディーを書き取りまして、再現しました。作曲と即興は少しね、即興っていうのはその場でのリアルタイムの作曲ではあるんですけども、実際の作曲と即興っていうのは少し違う部分がありまして、作曲っていうのは緻密に構成を練ったりとか、テーマのメロディーがまたこう返ってきたり、そういうことがあるんですけれども、御殿場で弾いた即興の中でもそれなりに構成はしてるんですけど、即興ならではで、テーマに変えてきたらちょっとメロディーの形が少し変わってたりする、即興的に変わってたりするんですけども、何かそれが、まあ、変えていいかなって思ったんで、緻密に構成し直さず、去年の7月に御殿場で弾いたままのメロディーを書き取ったバージョンで今回はお届けできたらと思います。神様にあっての希望をとっても感じたので、その感謝の気持ちを賛美として演奏させていただきます。希望、お聞きくださいませ。Thank you.